フィリピン北部バンバン市の前市長アリス・グオ容疑者は逃亡先のインドネシアからフィリピンに送還され収賄などの疑いで昨日逮捕されました。グオ容疑者は中国系の犯罪組織との関係が疑われているほかフィリピン人になりすました中国人スパイという疑惑もかけられています。現地メディアは告発されている複数の罪で有罪となれば最長で1200年以上の懲役となる可能性があるなどと報道しています。